はい、どうも、ショウテイです。了解です。お願いします。というわけでですね、はい、本日、はい、6月13日といえば了解さんの誕生日ということで、ちょっと待って、ずるくない？おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日、誕生日、はい、ずるくない？だって小物取りを早くしていただくからこれかいっていう誕生日ということで、はいはいはい、ね、何歳になったんですか？29歳に。29歳、はい、ラストね、20代ということで、はい、今年1年は平和な年になるであろうと僕は思ってるんですよ。そうですね、バチバチに遊び倒してやろうかなと。そうそうそうですね、はい、まあ投稿も若干こう減らして、はい、まあもう30近いんで、まあプライベートも充実しつつ、そろそろお相手の方もそろそろね、作っていただいたりね、そういう時間もね必要だと思うんですよ。ごめん、まあ、ちょっと抱負の方、じゃあちょっと前の方でちょっと言ってもらっていいですか？前の方で、はい、ということで、29歳になりましたので、今年も1年ね、まあ、体調崩すことなく、元気にやっていければいいなというふうに思いますので、引き続き皆さんよろしくお願いいたします。はい、こちらタンプレです。ガチャ。タンプレです。え、ちょ、本当にタンプレです。タンプレです。ズリーはタンプレです、こちら。え、本当に言ってんの？タンプレです。早くしろって言うと、前の方で、早く、早く、早く、ハリハリって。そんな梱包しないと思うんですよ。そんな梱包しないでしょ。いや、だいぶよ。割れ物注意かぐらいの梱包しないで。梱包技術はやっぱ日本一なんで。テープ多いな。よいしょ。テープ、テープ、はい、まあ、全部お持ち帰りますね。はいはいはい、一回置けば、そのテープ、はい、脱毛。あ、もずいです。どうぞどうぞ、はい、ということで、中はいと、いいんですか？見て、どうぞどうぞ、いいかってのがいいか。見ちゃったよ。見ちゃったんかい。これは嬉しいよ。え、いいっすか？じゃあまず1個目が、はい、 SSK のバッテですね。お、これあれじゃん、革タイプのやつじゃん、本革の。高かったよ。ゼロくらい？しっかり使って、しっかり、はい、しっかり、はい、はい、これちょっと僕前から気になってたタイプのやつです。おっと、くすぐき味を感じる。デマニーのバッティンググローブ、はい、真っ黄色ですね、これ。最近黄色系を使うこともあるので、ちょっとね、前までよく出てましたね、クスノキ。あいつ福岡で元気してっかな。ちょっとクスノキ味を感じるカラーなんで、ちょっと僕も黄色使っていこうと思います。はい、2個目、ありがとうございます。でけえ、投げろよ、しっかりと。なるほど、めっちゃやれよと。まあね、我らが所沢出身の山崎幸也さんもこのロジンめちゃ使ってますけどね。そうっすよ、まあね、NPB 仕様のロジンバッグ、はい、ありがとうございます、はい、やばい、これは嬉しい。これは嬉しい。月1ぐらいで買ってるから。ジャンクのヘアバンドですね。しかもこれちょっと俺マジでなんで知られてんのレベルであれですけど、これ今ヤフーのカートに入ってます。マジか、このカラーつけてみたらいいんじゃない。つけてみ。いや、お前がつけるかい。今お前とか言っちゃったけど。いや、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか、似合ってんね。夏っぽい。いいじゃん、いいじゃん。で、帽子かぶってもジャンクのヘアバンドのいいところって、夏が始まった。ワニ負けじゃない色的には。もう帽子かぶってもちゃんと出るのと、ジャンクのヘアバンドのいいところってここなんですよね。見えてるかな。見てる、見てる。ここがフランクリンとかだと、ここ全部ミズノとかだと全部こうなってるんですよ。うん、ここがちゃんとなんかキュッてなってる。そう、キュッてなってるんで、帽子とかぶさらないで、ここがあるので、なんていうんだ、かさばらないっていうのはジャンクのヘアバンドのいいところなので、これはマジで本当にちょうど本当にカートに入ってたんで、はい、マジで嬉しいです。最後やばいな。なんすか、なんすか。クローザー。これはいいね。結局あの後あ、買って帰りますって言って、ちょっとモンタさん行けなかったんですよ、家の事情とかあって。金がなくてな。あ、それもある。服買いすぎたね、あの時ちょっと。そうそう、でもただいざこの前使わせてもらって、めちゃくちゃいいなっていう風に思ったので、
やばいな、これはやばいな。まあまあ普段からねお世話になってる GS さんでもありますし。そうですね、うん、で良さももちろん知ってるので。良さ？あ、良さ、あ、良さね、うん、質の良さっていうのももちろん知っているので、これはめちゃくちゃ嬉しいです。いいんじゃないですか。はい、ちょっとバッテリーつけてみてよ。サイズがちょっと分かんない。すげえ一個一個になってるんだ、ちゃんと SSK のバッテリーつけていこうと思います。もともとずっと青使ってたけど、最近なぜか青使わなくなったんですよ。青使わなくなったっていうか、その翔平さんから去年いただいたバッテ結構使ってたんで、うん、あれネイビーだったから青が久々なんですよね。なるほど、ジャストフィット俺手ちっちゃ S サイズでね。 S サイズいいじゃん。いいんじゃない。いやいい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 、よくない。え、俺 SSK の革のバッテ初めて。いいじゃん、うん、なんですけど、あ、いいなこれ。しっかりとね、あの滑り止め機能っていうかグリップ力もありますし、と言いつつそのしっとり感、革のもあるのでいいっすね。これは久々の青バッテ。いいじゃん、ラガーズにも合うし。じゃあ次クスノキカラーを。クスノキね、新鮮じゃない。ディマリニってのは良平がね学生時代使ってたって言ってたし。そうそうそう、学生でも学生以来ぶりかな。ディマリニはね全部合皮なんですよね。で当時で僕が使ってた時っていうと、田中圭介さんとか、あの畠山さんが、うん、デマリに使ってました。その高校生だったからなるべくバッテ洗える方がいいやって言ってデマリに使ってたら、いや、あの全然グリップ力普通のやつより合皮のデマリの方が手なじみもなぜかいいなっていう風に感じて使ってたんですけど、これもめちゃくちゃちょうどいいフィット具合です。こんなに黄色に似合うやついます似合わなくないですか。でも最近黄色のナイキでリストバンドしたりとか、パワーフレックス黄色にしたりとか。いやいや、ピもうなんかポイントすぎるだろ。黄色似合わなパドレスカラー。そうね、いや、薬カラー、薬カラー、タティス、俺あれの方が好きだ。いいから早く、はい、早く手洗いできるので、末裔につけた後とかでもしっかりと落としやすいのかなっていう、そこは合皮のいいところですね。まあ、合皮と普通の本革、うん、2種類をご用意させていただきました。ありがとうございます。まあ普段から良平さんにはねいろいろ動画外でもお世話になってますし、はい、とんでもないです。まあいつもカートンとかなんですけどたまにはね野球道具も、まあ、今年野球道具なんかあんま確かに一緒に野球やってないからかも。そう、ラガーズね、どんな道具かもちょっと分かってないんで、まあ、日頃のお礼も込めてなんで、はい、うん、とまあお誕生日おめでとうっていう。ありがとうございます。まあもう4年ぐらいかな、20年からだからの10月ぐらいから。そうですね、うん、もうすぐ、まあ今3年ちょっとか、うん、もうすぐ4年でも、まあなんだかんだ一緒にいますけどね、はい、こんなになんかお祝いしたのはね、まあ今までねドッキリとか結構したんですよ。そうそうそう、ね、ドッキリしたりね、あの歌丸を大量に入れてみたり。そうですね、ちょっとこうなんだろう、まあ、バラエティ系、そう、面白お祝いみたいな感じだったけど、うん、今回多分普通にガチな。そうですね、びっくりしますこんなことはなかったはずだと。ガチなお祝いだったと思うんで、はいはいはい、バリッバリに使っていこうと思います。黄色似合う人間だろ。クスノキ黄色は俺がもらうからな。まあ今後とも撮影とかいろいろあると思いますけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、というわけで、本日はなんかびっくりさせられちゃいましたけど、僕の誕生日プレゼントをいただくっていう動画でした、はい、ぜひね、たくさん使っていこうと思いますので、皆さん今後ね僕の道具の方にも、チェックしてみてみてください。はい、お祝いコメントもぜひともね良平さんに、お願いします。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。おめでとう。ありがとうございます。